ドミトリー・クルグロフは、エストニア、タッパ出身のサッカー選手。ポジションは DF。FC インフォーネット所属。2003年、エストニアの強豪 FC レバディアタリに移籍を試算、シーズンプレーをした。2005年6月8日、ロシアプレミアリーグに所属する FC ロコモティフ・モスクワへ5年契約で、移籍をした。同年7月3日、FC テレクグロズヌイ戦で、 ロシアリーグデビューを果たしたが、ロコモティフでは定位置を確保することができず、2006年に f c クバンクラスのダール、2007年に FC トルペド、モスクワにレンタル移籍をした。2008年にはアゼルバイジャンのネフチバクーに3ヶ月のレンタル移籍をした。その後、ネフチバクーに完全移籍をし3シーズンプレイをした。2010年7月、 FC インテルバクーに移籍をし、レギュラーとしてプレーをしたが、契約更新はされず対談をした。2011年8月、FC ロストフへ3年契約で移籍をした。2004年10月12日、2006フィ f ファワールドカップ、ヨーロッパ予選のラトビア代表との試合で、A 代表デビューをした。2005年11月12日、フィンランド代表との親善試合で、PK から、 代表初得点を記録した。ありがとうございます。